長瀞宝登山神社。宝登山神社は、埼玉県秩父郡長瀞町の宝登山山麓にある神社で、旧社格は県社、現在は神社本庁の別表神社。秩父神社、三峯神社とともに秩父三社の一つとしても知られています。宝登山山頂には奥宮が鎮座します。祭神は以下の三柱。神山と言われ彦根の御事。大山積みの神。小結びの神。ご利益は、金運、縁結び、火災盗難よけ、諸災厄よけ、家内安全、商売繁盛、などに効果あり。歴史。社伝によれば、景行天皇41年、天皇の従弟、大和尊の御事による統制の際、御事が遥拝しようと山頂に向かっていると巨剣が出てきて道案内をした。その途中、東北方より猛火の燃えてくるのに遭い、御事の進むことも退くこともできない状態になってしまった。すると巨剣が猛然と火中に飛び入り火を消し止め、御事は無事頂上へ登り遥拝することができた。御事は巨剣に大いに感謝したところ、忽然と姿を消した。このことから、門山の名が起き、後に、
宝登山となったという。また巨剣は大山木神の神犬であったことを知り、防火守護のため火山霊神を拝し、その後山麓に社殿を建て三上を鎮祭した。これが当社の起源であるとされる。毎年、8月15日には船玉祭、長瀞の夏の風物詩である船玉祭は、荒川の水上安全無事故を願うお祭りです。河原に祭場を設け、祭典が行われる中、満島船の水上渡御をはじめ灯籠流しや花火大会が催されます。多くの人々が岩畳を埋め尽くし、長瀞の夏の一夜を楽しみます。さらに、宝登山神社の周辺には、長瀞渓谷や秩父34箇所札所巡りなど、多くの観光スポットがあります。特に、長瀞渓谷は、川下りや紅葉などで多くの人々に訪れられ、秩父34箇所札所巡りは有名で、多くの信仰心ある人々にも訪れられています。長瀞宝登山神社は、自然と歴史ある環境の中にある神社であり、多くの人々に愛される存在です。秩父市を訪れた際には、ぜひ宝登山神社を訪れ、自然と神聖な空気を感じてみてください。宝登山ロープウェイは、埼玉県秩父郡長瀞にあるロープウェイです。宝登山の山頂付近まで登ることができ、山頂からは秩父や周辺の山々を一望できます。長瀞の宝登山ロープウェイは、秩父を代表する観光スポットの一つです。春には桜やツツジ、秋には紅葉が美しいことで知られており、季節ごとに異なる風景を楽しむことができます。
奥宮ほど山神社。大和たけるの御事が登勢の途中に山頂に向かった際、巨剣が現れて道案内をしました。進んでいくと、東北方向から猛火が迫ってきてしまい、進むことも退くこともできなくなりました。すると、巨剣が猛火に飛び込み、火を消してくれました。大和たけるの御事は無事に山頂に到着し、感謝の気持ちを表しましたが、巨剣は忽然と姿を消しました。そこから、この山は、加度山と呼ばれるようになり、後に、ほど山、と改められました。また、巨剣は大山木神の神剣だったことがわかり、火災を防ぐために火山霊神を祀り、社殿を建てて御神を祀ったとされます。これが、この社の起源とされています。この動画が良かったらいいね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。